皆さん、こんにちは。受験合格コピーの二宮見です。えー、今日ですね、皆様にお知らせがございます、えー。去年からスタートしているですね、インタビュー動画なんですけども、えー、今年からですね、新たに3人の方にご参加いただいて、えー、インタビューをね、させていただくことになりました。まあ、改めてですね、今年1年、えー、配信していく予定のインタビュー動画について少しお話をさせていただきたいなというふうに思っています。今年の受験で、えー、無事に終えられました。 え、スパイク家のお話と、え、それからネズミ家のお話に関してはですね、え、すでに配信を終えておりまして、去年1年間のですね、え、様子の動画っていうのは、もうご覧いただけますので、え、まだご覧いただいてない方はですね、ぜひそちらご覧いただければな、というふうに思います。で、まずですね、あの、今年の1年間ですね、6年生のご家庭ということでお話を聞かせていただくのが、え、ケンジさんとですね、え、トラノコさんになります。 まあこちらのお二方に関してはですね、えー、5年生の時から、去年からですね、お話聞かせていただいてまして、で、今年ですね、お子様6年生になりました。で、まあ、ケンジさんのね、えー、お子様に関しては6年生男の子になるんですけども、まあ、最初はですね、日農県の入塾テストを受けて、まあ、そこでですね、合格することができずに、えー、もう一回ね、入室試験を受けて、えー、スタートして、まあ、最初はですね、偏差値30代からのスタートという形だったんですけども、 え、徐々に成績が上がっていってですね、今は瀬田アカデミーの方に転職をされていて、まあ、いよいよね、今年、まあ、来年ですね、来年の受験を、え、控えているというご家庭になります。で次にね、トロノコさんになるんですが、トロノコさんもですね、あの、去年からインタビューさせていただいてまして、で、今6年生になった段階になるんですが、日野家にね、え、通っているんですけども、非常に成績が優秀なお子様でして、 まあ、これまでのね、動画で言いますと、小さい頃にね、どんな教材を使っていたかっていうのね、そういった動画も配信したんですが、皆さんは非常に人気が高くですね、1万回以上の再生をされている動画も出ています。受験まではですね、残り9ヶ月という時期になっていまして、お子様がどのような受験をされるのかっていうのを、今年1年間ですね、配信していければなというふうに思っています。次に5年生のね、お話になります。 まずね、同じく去年から、えー、お話を聞かせていただいているのが、金谷さんと亀井さんになるんですけども、金谷さんに関してはですね、お子様が去年4年生の時にね、サピクスに入塾をされました。まあ、4年生の時はですね、成績が上がったり、そしてね、その後成績が下がってしまったりっていうね、えー、喜びだとか苦しさっていうところをですね、まあ、正直にね、お話をいただいているところを、もうすでにね、配信しています。まあ、金谷さんのね、ご家庭が今年1年間どのようにね、過ごされていくのかっていうのを、 え、定期的に配信していければなというふうに思っています。え、そして次に亀井さんですね。え、亀井さんはですね、大阪で、え、受験をね、目指してらっしゃるご家庭になるんですが、え、5年生の娘様のね、お話になります。で、え、塾に関しては浜学園に通っているんですけども、お子様はですね、私立の小学校に通っていて、そのまま持ち上がりでね、 え、中学校に進学することもできる状況ではあるんですけども、外部の、ね、中学受験を視野に入れて、今ね、学習を頑張っているというね、お子様のお話になっています。まあ、同じくですね、5年生の1年間っていうのが、どのようにね、過ごされていくのかっていうのを、今後ですね、配信していければな、というふうに思っています。で、ここにですね、あの、今年から、新たに5年生はですね、お二人の方に参加していただくことになりました。 で、お一人目はですね、モッチーさんという方になります。モッチーさんはですね、5年生、女の子がいらっしゃるご家庭で、まあ、英語をね、受験科目に加えて目指している、いわゆるね、こうグローバル受験を目指しているご家庭のね、お話になります。近年はですね、入試科目に英語をね、加えている学校も増えてきていますし、今後もね、増えていくんじゃないかというふうにね、予測されています。そしてですね、皆様の中には、このグローバル入試を 中学受験としてね、選択したいんだっていうご家庭もね、増えてるんじゃないかというふうにね、思っているんですけども、実はですね、このモッチーさんに関しては、今年の受験でですね、上のお子様が、す、え、で、ー、にこのグローバル入試っていうのをですね、あの、経験されていまして、まあ、無事にね、そこで志望校に合格をされていて、なので、下の娘様に関しても同じくですね、グローバル入試で中学受験を目指そうと、まあ、そういうね、えー、ご家庭になるんですね。 なので、まあ、グローバル入試がどういうものなのかっていうことですとか、実際ね、そういう入試を経験されている、え、親御様のお話っていうのも合わせて、まあ、どんな受験なのかっていうことも含めてですね、え、インタビューでお話を聞いていきたいなというふうに思っていますので、まあ、ぜひね、グローバル入試、視野に入れている方とかね、あとはお子様がすごく小さい方なんかも、やっぱりお子様のね、英語教育、力入れている方も、え、いらっしゃると思いますので、 まあそういった方に関してはですね、モッチーさんのお話っていうのは非常に参考になるところがあるんじゃないかなということで、今回ですね、新たに参加していただくことになりました。そしてですね、5年生はもう一方ね、ご参加いただくことになりました。今はですね、まだお名前が決まっていないので、インタビューの時にですね、正式にその名前をね、お知らせできればというふうに思うんですけども、 え、同じく5年生の女の子がいらっしゃいます。一番上のお子様になるんですが、その他にもですね、お二人、お子様がいらっしゃいまして、今、地方にね、お住まいで、難関校を目指していますということをね、お聞きしているんですけども、実はですね、こちらの方、あの、インスタもね、やってらっしゃって、私もね、拝見させていただいたんですけども、まあ、学習面以外のですね、ライフスタイルに関しても非常にね、 あの、参考になるんじゃないかなっていうふうに思う面がですね、ありまして、まあ、それも含めてですね、あの動画の中でいろいろとね、お話を聞いていけたらなというふうに思っていますえ。そして次にですね、4年生のご家庭になるんですけども、4年生に関してはですね、今回1名の方に新たにね、えー、ご参加いただくことになりました。まあ、同じくまだね、お名前が決まっていないんですけども、 こちらの方はですね、お子様4年生の男の子になりまして、四谷大塚系のですね、あの教材を使っている小規模塾に今はね、通っていらっしゃるということを聞いています。で、お子様はですね、学習だけではなくて、スポーツもですね、非常に頑張りたいんだということで、今に関してはですね、スポーツと中学受験のね、両立を目指して、 え、受験を目指している男の子の話になりますので、まあ、同じようにですね、あの、受験勉強以外にもね、何かを力を入れて、え、両立してね、中学受験を目指しているんだっていうね、お子様もたくさんいらっしゃるんじゃないかというふうに思いますので、まあ、両立するね、あの、良さであったりだとか、まあ、難しさなんていう面もね、もちろんあったりすると思いますので、学習面以外のね、そういったスケジュールのことですとか、そういった面も含めてですね、 こちらの方にはお話をね、聞いていきたいなというふうに思っています。まあ、以上がですね、今日のお知らせになるんですが、まあ、今年に関してはですね、全部で7名の方にインタビューにご参加いただくことになります。まあ、塾に関してもですね、それぞれ大手の塾に通っていらっしゃったりだとか、小規模塾に通っていたり、それからですね、地方で中学受験を目指していたりと、そういう形でですね、皆様のご家庭というのね、それぞれ特色あるお話がね、配信できるんじゃないかなというふうに思っていますので、 ぜひですね、今年1年間のインタビュー動画っていうのを楽しみにね、していただけたらな、というふうに思っています。そしてですね、インタビューの中では、弊社のですね、業務用コピー機をどのようにね、使っていらっしゃるのか、どういうにね、活用しているのか、すでにね、レンタルしていただいているお客様に関しては、まあそういう使い方もね、あるんだな、ということで参考になるようなこともね、配信できたらと思いますし、まあまだね、レンタルされてない方に関しては、まあ業務用コピー機の良さっていうものもですね、 そのインタビューの中でお伝えできたらなというふうに思っていますので、まあ、ぜひね、今年のインタビュー動画楽しみにしていただければなというふうに思います、えー。ということでですね、今日はお知らせということでね、お話をさせていただきました。まあ、動画の配信はですね、3ヶ月に1回という形になりますので、まあ、チャンネル登録していただいて、そしてね、その横にあるベルの、ね、ボタンなんかも押しといていただければですね、配信された時に通知が行きますので、 え、ぜひチャンネル登録とですね、ベルボタンのタップをね、お願いできればと思います。えー、ではね、また次回の動画で、えー、皆さんお会いしましょう。バイバイ受験合格